ナジーム・ムハメドは、イギリスのプロボクサー。シェフィールド出身。元 IBFWBO、WBC 世界フェザー級王者。プリンス・ナズの愛称で親しまれた。プリンス・プロモーションズを主催するプロモーターでもあった。イングランドのシェフィールドで、イエメン人の両親のもとに生まれる。幼少の頃にブレンダン・イングルのウィンコーバンクジムで、ボクシングを始めた。 アマチュアボクシングを経験した後、1992年4月14日に18歳でプロデビュー。デビュー当時はフライ級であった。1994年5月11日、ヴィンセント・ベルカストロに判定勝ちし、エブ・オーシュー・バンタム級王座を獲得。1994年10月12日、階級を上げ、WBC ・インターナショナル・ジュニア・フェザー級王座決定戦で、 フレディクルスに6ティコ勝ちし、同王座を獲得。1995年9月30日、さらに階級を上げ、スティーブ・ロビンソンに8ティコ勝ちし、WBO 世界フェザー級王座を獲得。1997年2月8日、トム・ジョンソンに8ティコ勝ちし、IBF 世界フェザー級王座を獲得。二団体統一に成功。IBF 王は二度防衛後の1997年9月に、 返上。1998年4月18日、ウィリフレド・バスケスにナナテコ勝ち。バスケスは、WBA 世界フェザー級王者であったが、王座を返上してハメドとの試合に臨んだ。ハメドは、実質的に3団体の王座を統一。1999年10月22日、セサール外に判定勝ちし、WBC 世界フェザー級王座を獲得。 再び二団体統一に成功するも、WBC 王座は一度も防衛戦を行わずに、返上。実質的に四団体の世界フェザー級王座を統一。2000年10月、15度防衛した、WBO 世界フェザー級王座を返上。2001年4月7日のマルコ・アントニオ・バレラとの異母、世界フェザー級王座決定戦に敗れ、プロ初敗北を期した。 その後再帰戦が予定されていたが、2001年9月11日にアメリカ同時多発テロが起き、世界的にアラブ系人物へのイメージが急速に悪化したため、中止になった。約13ヶ月のブランクを経て2002年5月18日にマヌエル・カルボとのイボ世界フェザー級王座決定戦に判定勝ちし、同王座を獲得。2005年5月、A チューブシェフィールド市内を 速度約時速1 4 4トルで運転し、対向車と衝突、対向車の運転手に重傷を負わせた事件で2006年5月12日、A 社フィールド刑事法院から禁錮1年3ヶ月の実刑判決を言い渡された。刑期満了で出所した後インタビューに応じる。服役中全く練習しなかったせいか、かなり太っていた。2014年12月、 国際ボクシング名誉の電動博物館により、電動に選出された。比較的リードブローを打たない、腕を、だらりと下げガードをしない、飛び上がって、パンチを打つという、近代ボクシングの近畿を嘲笑うかのようなスタイルで、相手を翻弄する。背骨が直角に曲がるほどのスウェーバック、背面を完全に相手に見せるほどの深いダッキング、それらを瞬時かつて企画に行える反射神経と、 胴体視力を駆使するため、避けることに関しては右に出る者がいない。かといって、ディフェンス変調なわけでもなく、スウェーバックしながら、カウンターパンチを繰り出したり、バックステップしながら、パンチを出す、等、通常の選手であれば、体重を乗せられず手打ちになってしまうようなパンチを放ち、なおかつそれで、相手選手を平気で越してしまう。ハメドを指導したメイトレーナー、エマニュエルスチュワードをして、 もし、レノックス・ルイスとハメドが同じ階級なら、ハメドのパンチ力の方が上だと言わしめるほどのハードパンチャーである。戦略としては、薄ら笑いを浮かべつつ、ノーガードのまま、相手選手に近づいたり、ダンスを踊るようなステップで挑発し、相手選手の大振りを誘う。それを軟体動物のように柔軟なウィービングでかわした。あと、突然足のステップとは関係ないタイミングで、 体ごと相手に飛びかかっていくようなブローをお見舞いしてこする試合が多く見られる。なお、サウスポーを自称してはいるものの、スイッチを頻繁に行う上に、右でフィニッシュすることも多い。ハメドのサンデーパンチは、フックともアッパーとも言えない、オリジナルブローである。まるで猫かの猛獣が獲物に飛びかかるかのように、放つのだが、通常このようなパンチは、テレフォンパンチと呼ばれ、 初動を見抜かれやすく、モーションに入ると中断することができないため、カウンターの餌食になるという致命的な欠点を持つ。この無謀にも思えるパンチに、前述の人間工学を無視したような動きでフェイントを施し、相手の視覚からインパクトさせるのを得意としている。総合的に見て、非常に型破りで、トリッキーな選手のため、ケビン・ケリー、ウェイン・マッカラー、セサールソと、ブヤニ・ブング、 オーギー・サンチェスなどのオーソドックスなボクサーほどハメドの術中にはまって翻弄された。プロで唯一ハメドを破ったマルコ・アントニオ・バレラは必要にカウンターを狙った出入りの激しいボクシングでハメドの的を絞らせないよう徹底、第 1R 中に3度もハメドをぐらつかせるなどハメドの特徴的な動きを攻略し、2R からはハメドがたまらずガードを上げて戦うという珍しい戦略をとり、 我らが判定勝ちを収めた。試合以外でも入場の際の派手なパフォーマンス、前転してリングインなどの独自のスタイルを貫いた。須藤元気は自身のスタイルをハメドを参考にしたと語っている通り、入場パフォーマンスはもちろんバックハンドブローやステップ、視線を相手からわざと外すなど、全般にハメドの影響が見受けられる。また山本キットのリフミも、 K1 ルールに初挑戦する際に、ビデオで、ハメドを見て、参考にしたと語っており、テレビ解説を務めた、畑山隆則からも、きっと選手の戦い方は、ナジームハメドに似てますねと評価された。極真会館で、全人未踏の5回の全日本優勝の記録を持つ、カズミはじめも師匠に、ナジームハメドのビデオを見せられ、あんな風にスタスタ歩いて自由に強いパンチが、 出せるようになりたいと一つの理想型にしていた。その奇抜なボクシングスタイルゆえに、ファンやアンチの数も多いが、他の格闘技界への影響も含め、良くも悪くも見せるボクサーであった。ありがとうございます。